なんでコメントがなんか遅いんだけど。コメント今来た。わらわらわらって。なになになに。どういうこと。え、時差ある感じもしかして。時差あるのかな、コメント。あとくねさんがゼロワンさんやばいって。なんかゼロワンさんさ、紹介したの。紹介した瞬間終わった。配信切るわっつって。あ、来た。小籠包です。小籠包好きなんだね。うん、そう、みなみちゃん来てくれた、うん、だから、今日ずっと一緒に歩いてくれてるね、うん、あって成長した？みなみちゃんになって成長した？マリは感じた時来てるか、ゼロワンがやばい。今配信切っちゃったからね、ゼロワンなんで。いや、バンになってないよ、うん。ゼロワンさんがちょっと切るわっつってすぐバンっていう情報流すなよ、嘘つくのやめね、うん、で落ちたんじゃない、落ちてないよ。ゼロワンさんが、あ、警察が来たでしょ多分、うん、ちょっと配信終わるわっつって一回終わってんの。できる？え、バンなの？バンじゃないでしょ。なんかくるくる電波が悪いかもしれない。地下だからごめんね。うん。本枠がバンになってんの。本枠ワンチャンバンになってるからそれわかんないわ。いや、ツナが暴れてんだよ。本枠も。あ、ティーナさん。サブで配信する。サブは今配信終わったのバンじゃないよ。本枠バンじゃないの。じゃなってないの。マジさ、挽回費。挽回費で、嬉しいでしょ。嬉しいに決まってんじゃん、そんな嬉しいよ。タコシ呼ぶしかね、間違いねえ。タコシ呼んでくれ。俺がタカシさんに電話しようか、うん、タカシさんじゃない、ここはもう、うん、一番盛り上げて上手なのタカシさんだよね。電話してみるわ、じゃあちょっと待って。いいね、冷めたぐらいが美味しいから。知らないわ。こっちだ。今こっちで電話しなきゃいけない。次にゼロワンに電話しない。ミラちゃんつまんないな。いや、ありがとうございます。あ、嬉しい。はい、はい、どうぞ。え、美味しそう。あ、ホイコーロー美味しそうじゃん。これホイコーローね、うん、お、優しい。水をついてくれて優しいね。普通だよ、ね、もうね。ね、気が利くね。食べな、大変やな。私も中華行って。電波大丈夫か？春に電話して高橋にしたけど、めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃいろんな人。じゃあ先食べちゃうよ。うん。いただきます。いただきます。いただきます。うん、今電波 OK。OK。うん、このキャベツが超うまいな。ホイコーローのキャベツ超うまい。
どうぞ。ツナ怖い。うん。まあ日本じゃねえよ。山の杖一緒だけど。うん。そこ？あと7駅でゴール。今23駅終わったかな。4分の1やと。うん。涼しい。ね、復活するね。キャベツ食べてみる。うん、食べて。大好きキャベツ。うん、あ、ありがとう七号さん。うん、そう、みやちゃん来て嬉しいよ。たまったもんじゃないよね。うん、2週間ぶりよ。結構早い。え？ここの価値観が違うからね。2週間の付き合いで2週間長いよ。一緒に住むようにしてるよね。話進めてる。うん。うん。おいしい。うん。いい顔するね。うん。うん、小籠包ね。面白いな、小籠包。熱くないのこれ。うん。本当に？うん。一口で食べるの？うん。うん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 。うん。1週間早いの ?2 週間は ?2 週間なるほど。もうサイズ切りたいんでだから今、うん、髪伸びるの早いね。うん、やろいからね。キャベツだ。今日床やったら寄っちゃおうかな。え、いいよ、見たい。うん、やばいよね、今ね。うん、ひろちまゆの配信見てると、うん、昨日だってリアート作れてたの。詳しい。ホイコーローどうだった？美味しい。いや、まだ食べてない。食べてない。キャベツしか。食べてみて。あらまあ。あらまあ。そうなんですよ。ホテルのドアが勝手にガチャッと開いたんです。いきなり。みたいな。ん？6000円は無理。うん。2万ぐらいかかってない？うん、おいしいね。じゃあお米食べたくなるでしょこれ。うん、そうなんだよ。ご飯の時にはたまらないんだよ。うん、身長164センチ。今ね、五反田かご飯食べるの珍しいね。うん、ゴール間に合うとか別に時間ないやん。癒される仲良いの。仲いい。うん、美味しい、よかった。じゃあ、うん、ドラマさん始まったってみんな。うん、
俺身長164センチで野球部の強いはセカンドポジション、うん、セカンドってどこ？二塁と一塁の間かな。うん、彼女は可愛くて優しい人でよかったよね。マリオと同調みたいに見る好きないの。みんなもよく言われる。本当？結婚しよう。結婚しようね。バカっぽいじゃん。違うの。これ水分あるの。うん。あ、入れるよ。あ、いや。危ないから。集中して。応援してくれた人もいるし、山の星で。今、ハーチの中で一番好きなカップラー入ってるんですけど、野球知らないんだよね、みんな。スポーツあんま見ない。そうそう、別に良くないですね、言っても。お互いどこが好きか聞きたい。お互い、みなみちゃんの気が利くところが好きですね。はい、次みなみちゃん。気が利く人なんていっぱいいるんだよ。一個ずつ言い合ってくんだよ。全部、うん、終わっちゃうじゃん、これ、うん、見た目がスポーツ少女だったよね。うんうんうん。お似合いです、押しますだって。お似合い、お似合いなんだね。俺は嬉しいよ、お似合いって言ってくれて。美女と野獣だ。焼けたね。焼けたね。かっこいい、これは今。あ、ほんと？うん。かっこいいです。よかった。マジで切れてる。分かる切れてるとこ可愛いんだよ。それがうまいの。もうループやめて。本気で怒ってる時に可愛いのちょっとダメ。ダメ可愛いキャラなんで嫌うんだよ、うん、で太郎くんに似てんだよ、うん、太郎くんもかっこいい嫌うから、で太郎くんに寄せなんか意識してるみたいな。してない言われてんの。言われてそれに対して怒ってるっていう。何なんですか、マジで。やばい、喧嘩始まっちゃう。喧嘩始まっちゃう。危ない、怒らないでね。ごめんね。うん、見たネタ、早いじゃん、ネタね。ジョナサのサブは、最後の1を2に変えたんですよ、名前の、うん、ね、余計なのすぐ行っちゃう。別れても、男の人別れてあの、ねえっていうの言われたくなっちゃう。すごいね。この間と同じことだよ、また怒る怒る怒る、やばい怒る怒るやばいが、煽ってきてるの分かんない。普通に、はい、ありがとう。うん、そこで思い出すと思う。お好み焼きバーガー美味しいんだよ。あ、そうなんだ、うん、昔食べた、うん、あ、282個ないよ。みなみちゃんの逃走劇また見たらやめて、そういうこと言うの。本当にしちゃうから。
あのね、みなみはね、麺が大好きです。で、僕は俺に合わせて。俺逆にあんまり麺食べないで、ご飯ばっか食べるの。うん。ね、納豆あるって。納豆食べる。すごいな。うん、どこにあってるの？ほら、あの赤文字。あ、こんにちは。納豆食べちゃおうかな。うん。朝一で来たよ。諦めます、うん、多分ね誰かさ、サブのアカウントを打てる？ゼロワンさんのサブのアカウント、うん、引っ張りのビールってだろ、ねえ、ご飯おかわりしたくなってきちゃったってことは、うんうん、でも好きなこと、あ、今本が本枠入ってるか、うん、これお酒飲めないタイプ、よく来てくれたね、うん、お腹いっぱいになったら眠たくなってきた、ありがとう、そう、俺とみなみは真逆だね、コメントしか見ないから、じゃコメント見ないよね、じゃあもうね、もう見ない、コメント見ないよ、もうコメント見ても、これ見ないからね、ほら、いじけちゃったじゃん、もう絶対見ないから、コメント、一緒に飲めないのは本当ストレス、飲むよ、別にいいんじゃ飲まなくて、うん、すごいね、見てよ、ほら、うん、ご飯おかわり頼んで、うん、大丈夫、大丈夫、納豆食べる、うん、納豆食べる、すいません、はい、ライス同じ大盛り1つと、あと納豆ください。納豆は？世界が終わるまでお腹いっぱいだったらちょっと眠たくなる、頑張って歩いたしね、うん、足大丈夫、うん、足ね、痛くないんだよ、それが謎に、親指との間、B さんとか、はい、これはいいですよね、はい、キャベツ南さん、はい、はい、どうぞ、うん、はい、ありがとう、
最初の会話聞きたい。最初の会話ってどんなんだっけ。ずっと喋ってたよ、もう歩きながら。喋ったっけ。最初の会話って何。でもいつも話するからもどんな感じだっけ。あんま喋ってなくないこれ。え、喋るでしょ。いつも俺がなんかあのくっつきに行ってで、やだやだってやめてよやめてよどうせうまくやるかウケるなんか喋ってるかな。この二人止まんなそう。俺は楽しい。みんな言うんだよ。見るよね、ずっと歩いてたのね。見るよ、これは。最後まで歩くとしたら何時なんだろう。だから、今の倍ぐらいはかかってるよ。何あ、ごめん。あ、違う。からし入れまいか。大丈夫、大丈夫。俺、刺激がないんで、バイト。納豆とかなんか。大丈夫。うん、頼む、頼む。いいの、いいの、いいの。待って、待って、待って。だって言いやすいから大丈夫。話入れちゃった。先に話入れないで少し食べてから話入れて食べるわけだよね。大丈夫だよ、うん、先にだって食べたいって言わなかったから、うん、話がダメなのことを忘れていたから、うんうん、そこだね。辛子とわさびダメなの、うん、マヨネーズも、うん、そうだ、ごめん。大丈夫、大丈夫、うん、横っ腹痛くなるかもしれないけど、まあ大丈夫だよ、今日。あと、ね、昨日ね、うん、俺寝てなかったんだよ、うんうんうん、だから、うちとかちょっと向かないよ、もう。これ寝ないで歩いたのすごくない、俺。あの寝ないのね。本当に辛そうだった。うん。公園で遊ばない。遊ぶの。え、ダメ。いや、いいけど、うん、あ、いいよいいよ。昼間って子供に占領されてるから、公園って。夜は大人の遊び場なんだよ。夜しかうちらには公園で遊ぶ権利がない。聞いた今の。かわいいね。公園で遊びたいなって。マジそうだ。なんかちょっと。あるあるあるよね。悪意ある。ないよ。そうか、ゴールね。ゴールしないとダメ。そうだね。でも公園ないよね。ないの公園は。夜ゴールしちゃったらないよね。公園が、うん、あったらでいいよ、途中で息抜きで。ダメか、疲れてるのか。そうなの、私だけ遊んでけばいいのか、一人で。いや、それは映してるよ。いやいやいや、早くみんな見たいよね、多分。邪魔しに来たみたいになってる。ね、なんか足引っ張っちゃって。よくないよ。家のゴムは俺かな、わかんない、うん、
でもね、いませんみたいな人の方が、うん、何大久保公園って大久保公園っていうのがなんかあの売春女が書いて立ちんぼしてるんだよ、うん、で男もそれが分かってるから声かけない、うん、滑り台とかブランコあんの？僕も公園、うん、ない、うん、今日夜は空いてない、色をにお願いいたします。2人で色がなって、うん、あ、そうでいいよ、うん、ありがとうね、中華料理屋さんに来て、タバコ吸ってきた。うん、吸ってくる。いや、たくまの時の配信、本人も言ってたんだけど、これ、また言うと怒られてるかもしれないけど、たくまの時って配信時間が短いんだって。1時間とか2時間とか。で、その間は気を使っても、笑顔をこう保てるけど、もうずっとじゃん。だから、疲れちゃうんだ。だからつまんなそうって見えてるけど、そんなことないよ。早めにね、だから着いたら、まあ、まず戻ろっか。ゼロワン話。うん、うん、だから今そんなね、あの、なんていうんだろう、ずっとニコニコしてるような人なんていないでしょ、うん、みなみちゃんはニコニコしてる時はすごい楽しそうに見えて、普通の時とこう温度差がね、あるけど、言えばね、うん、そう寒そうにしてたから今タバコ吸いに行ってきなって言ったんですよ。外出れば暖かいよ、うん、うん、
今回全然それない。あ、そっか。じゃあ配信ではそう見えないのかな。俺には伝わってくるよ。うん。うん、仲いい仲いい、うん、いつもと違って楽しそうじゃないの、うん、まあいいんじゃない、そう 見とけばそしたら、うん、だからあんまりそういうこと言わないでほしいよね、うん、楽しそうじゃないとか、うん、そうするとなんか気使って疲れちゃうでしょ、うん、うんあんまりね、そう見えてもそう言わないでほしいね、うん、居心地のいい空間がいいでしょ、そりゃただいま、うん、おかえりなさい、出会える出会えるの、うん、ゆっくり食べる、早いね、うん、コメントと同時に行ったの、早く食えだって、ゆっくり食べようって今コメント見てないか、見た、うん、早くないの、飯食う遅いやつは超的品と思ったけど、マリアさんの、どうでしょうね、あー、そういうこと、あ、そういうあんの、俺ね、じゃあみんなに発表するよ、なんで俺がご飯食べるのが遅いか、うん、重大発表のところ、俺ね、奥歯ないんだよ、噛めないんだよ、だから奥歯あったら食うの早いんだよ、実は、うん、そう、そういうことが知らない人のために言っとくけど、奥歯ないから、わかる、奥歯ない人いないでしょ、どうやって早く食べるんだみたいな、もう重大発表で見たい見たいの、あ、あ、撮んないの撮んないででしょ、何でも取りたい、水入れてくれ、はい、ごめんなさい、なんでないんだよ、だからもうねしょうがない、でも抜いちゃったんだよ俺、なんでないか言わせんの、それなんでない、あのね、刑務所ってちょっと歯の治療が全部抜いちゃうんだよ、刑務所入ってたの、そう、はい、俺知らなかったの、俺入ってたよ、それ言いたくないよね、そういうことは、ただ、そう、じゃあ、なんか治療方法は抜くしかないよ、うん、だから、まあ、抜き前とかで抜いたと思う、そしたらもうないの、僕はこっちもねないの、本当にまあいいや、美味しいね、うん、美味しい、うん、私好きかも、美味しそう、ありがとう、あー、いらっしゃい、早く DVD 返して、何 DVD? エロ DVD? スーパーブルームーンみたいです、スーパーブルームーンなの、過去は気にしないよね、気にする、うん、これくらい、みんなの過去、うん、あ、嬉しい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 、痛い痛い痛い、これから、ね、何時に来たの、何時だろう、冷えるぐらいの方がいいよ、夜は、
自分で食べるのちょっとだから。でも一人の時はパッパしてるでしょ。飯食ったらすぐ出るでしょ、うんね、でもいいんだよ、そんな気にすることじゃないケースがあるから人狼けるな、僕も重大発表今も歯4本抜いてるよ。そうなの、矯正するために歯を抜いて、並び替えるから、うん、健康な歯4本抜いてる。あ、そうなんだ、うん、今の話聞いていい？聞いて大丈夫？なんだ？あれかな？虫、歯がないこととか、刑務所のこととか、うん、眠くなっちゃったね、ごめんね、待たせてるから。いや違う、関係ないんだよ、そこは別のペースがあるからね。恥ずかしいよ。覗いたんだけど、ゆまるとの会話があって、ゆまるがコメントしてきて、ゆまるに対してね、ゆまるって口すごいじゃん、うん、ね、それでっていうか一言、ゆまるちゃんに言いたいんだけどさ、なんか彼氏の悪口言ったみたいな。そんな言い方してない なんてわかんない、まーちゃんの悪口わかんないけど、まあ、そんなね話してて、うん、もうその時はね、もう見てたんだ、それ、うん、強いなと思って、うん、だって言うまでも気が強いからさ、その気の強い子に対してね、そのさらに言う、もう強くない？普通の言い方だよ、強くないよね、確認だもん、うん、うん、今までバカにしてくんだよ、俺のこと、うん、バカにしてくる、完全に。ごちそうさまでした。すいませんでした。行きましょうか。すいませんでしたじゃないんだよ。すいませんね。よろしくね。あ、イキリストにも強気だったし、まあ、なんか言わないでいい。言わないでいい。強い。言い方強い。俺に対しては強いよ、強いよ。強い。もっと優しくして。無理だったらいいよ、しなくて。頑張れ。
これいっとく？チャージ、塩分チャージ。マリオが人の話はいいよ。マリオが人の話はいいよ。お会計。近いよ、そこだって、そこだったら寄るか、うん、そいだな、954です。はい、ありがとうございます、うん、まあ、動きわかんないからね、この後はね。うん、トイレ行った。いいよ、みやめ、食べない。ありがとうございます。今度出して、今度して、今度、今度って何？じゃあ、鎌倉？うん、クラだったらね、一回待ってて。うん、うん、あ、そっか、褒め言葉じゃない、間違えちゃったじゃん、俺。でも俺はまあ嬉しかったな、間違えた。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、なんで美味しいのかも。うん。待って、水くなっちゃった。ごちそうさまでした。うんうん。